皆さんこんにちは、ナオトです。僕は今まで文法についての動画をあまり作ってこなかったので、今回は JLPT-N4 の文法を使ってワンピースの第1話の内容や感想を言いたいと思います。ワンピースを読んだことがない方も、下のリンク先から絵だけでもいいので見てみてください。シャンクスはかっこいいし強い。その酒場には山賊も来るし海賊も来る。海は広いし大きい。海賊は楽しそう。ルフィは元気そう。肉が美味しそう。シャンクスはもうすぐ村を出るようです。店には酒がないようです。ルフィは悪魔の実を食べたようです。ルフィが山賊に捕まったらしいです。山賊ヒグマは強いらしいです。あの店には海賊がよく来るらしいです。山賊は別の町に行くことにした。ヒグマはルフィを殺すことにした。ルフィは一人で海に出ることにした。シャンクスはバカにされたのに笑った。ルフィは仲間が10人欲しいようです。ルフィはゴムのように腕を伸ばすことができる。ヒグマという山賊は怒りやすい。ルフィはヒグマに謝らせることができなかった。ルフィはシャンクスに連れてってもらえなかった。村長は要求を聞いてもらえなかった。山賊は許してもらえなかった。泳げなくても海賊になれる。シャンクスはバカにされたのに笑うことができた。簡単な文法を使って漫画の内容や感想を言うことはいい練習になると思います。これからもいろいろな漫画を使ってこのようなことをやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先から見られますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。